ジョン・ジョージ・ウッド、ザイラストレーテッド、ナチュラルヒストリー、1853年に記された、ターンスピットの絵回し車を回す。ターンスピットターンスピットとは、16世紀から19世紀のイギリスで肉を焼く作業に使役されていた小型の犬で、ある。ターンスピットドッグ、キッチンドッグ、バーナーペーター等とも呼ばれ、カール・フォン・リンネによる、犬の分類ではカニス・ベルディグスと記されている。 ターンスピットドッグは、肉焼き器に取り付けられた回し車を回転させるのに、使われた犬である。ターンスピットとは肉を回転させながら、火で炙る、焼き串のことであり、転じて、それを回す、使用人や犬を刺すことしても使われた。ターンスピットドッグの最後の記録は1576年に、遡り、ターピートと表記されている。大きな厨房では、 複数の犬が交代で使われ、何時間にもわたって刺役された。虐待され、無理やり働かされていたという記録もある。産業革命によって、自動回転式の肉焼き機が開発されると仕事が、なくなり、急速に絶滅した。最後のターンスピットの末裔は白星にされ、現在も残っている。祖先や、用紙の詳細などについては不明であるが、 古い記録によれば、道長短足の体型をしていて、耳は、垂れ、足は巻いており、毛色は濃色であった。18世紀末に、トーマス・ビューイックは、黒と白のオットアイであると記録しており、また1874年の文献ではテリアに近いと、記されている。前足が曲がっているとする記述が多く、デズモンド・モリスは回し車を回す作業が、その原因であると推測している。 ありがとうございます。